今回は刻み突きとギャグ突きのワンツーをご紹介いたします。まずは上半身から自由な構えから前の手で刻み突き、そして後ろの手でギャグ突きでついていきます。刻み突きを引くと同時にギャグ突きでついていきます。しっかりと突きを伸ばし、回さず直線的に素早くついていきましょう。次に足のステップを練習していきます。まずはその場でステップのみ行っていきます。まだ重心の移動は意識する必要はありません。慣れてきたら突きと合わせていきましょう。突きのスピードにステップを合わせていきます。肩に力を入れず上半身をリラックスさせた状態からついていきます。突きとステップが合ってきたら徐々に前に踏み込んでいきましょう。一口にワンツーといっても様々なものがあります。上段中段のワンツー、1本目をフェイントとして2本目で突くワンツー、ワンステップでのワンツーなどあります。今日のこの稽古をヒントに研究してみてください。